はい、皆さんこんにちは、レクセンリ講師の岩崎茂雄です。2015年の入門講座岩崎クラス、民法第2回の前半いわゆるユニット1始めたいと思います。ユニット1はですね、チャプター7からチャプター9ということになります。早速チャプター7でありますけれども、チャプター7はですね、主権の主体その3としまして、複数主体についてお話をするということになります。はい、テキストのページはですね、55ページ、はい、55ページのところに第4節としまして、複数主体とあります。55ページの始め、そこからですね、ちょうど64ページの終わり、55ページの始めから64ページの終わりまでということになります。まあ複数主体というところはですね、結構こまごまとしたり割に複雑な条文があったりするんですけれどもね、そういったものまでしっかりとフォローしていくというのは、まあ担当の直前ということで結構だし、まあ、しかしさまざまな事例などに、を理解していったり、あるいは民訴訟とか、そういったものを学習していくにあたってですね、全くやってないということになると基本中の基本の用語すら分かんなくてピンとこないと、まあ、そのような場所なんだよということを言っておきます。だからまあそれにふさわしいメリハリ付けでね、入門中にはやっていかないとですね、効率よい勉強ができないというような場所なんですね。はい、それでは最初55ページ第4節複数主体というところですけどもね、まず所有権について複数主体ということで第1巻、共同所有ということです。共同所有というのは共同所有であってですね、これを省略して共有と呼んじゃいけないということはまずあらかじめ注意を促しておきます。まあ、数分後に分かるようになると思います。で最初はじめにということで、まあ、全体はですね、説明的なこととして文字中心に覚えていってねということであります。でまあ、この共同所有ってものを省略して共有と呼んじゃいけないんだということは、この始めにのところで早速、はい、画面見て1番が共有、次に合有、そして相有と、そのようにありますね。共同所有の形態に3つあるんだっていうのが通説の考え方です。まあ、判例はちなみにですね、共有と相有しかないんだという考え方でありますが、いずれにしても共同所有を省略して共有と呼んじゃダメということは1番2番3番画面に映っていることによって分かってくれると思います。共有というのはですね、249条以下のものというふうにここに書いておきましたけれどもね、まあ民法をちょっと見てみましょう。法典見てみます。249条です。はい、249条の前に第3節共有とこう書いてあるでしょ。共同所有には民法典の第3節共有というものの他にあるんだよということであります。だから共有とは何ですかというと、249条以下の共同所有形態だということになるんですね。はい、でまあ青文字ですけれども、持ち分って言葉が随所に出てくるんですね、この249条以下にね。でそれはあの所有権の別名持ち分権というものと、それからですね、まあ例えば300万出した人がいて、600万出した人がいてですね、100万出した人がいてというような形で1000万の土地を買って共同所有形態共有にしたなんていう時にですね、その出資の割合に応じてですね、所有権の割合を決めようという割合を示すね、そういうものとして持ち分という言葉が使われる場合もあります。まあ詳しく見ていこうとする時には条文の言葉注意してねということですね。で合有というのはですね、中間形態で、相有というのがもう一つの極でね、これはですね、団体性が非常に強いということなんです。はい、エグザンプルのところに書いてあるでしょ、青文字にね、権利能力なき遮断、ちょうど近いチャプターでやったばかりですよね。相有相有ってことがありましたね。極めて団体性の強い共同所有形態というほどの意味内容です。で、まあ、中間形態があるよというのが、判例であり、あの学説であるんですけども、判例はこの概念を用いないのでね。だからまあ司法試験で、合格するまでということで、まあ、判例の変え方でいこうとするならば、合意なんて概念を知らなくても最後までいくということだと思ってください。
まあ、どうせその考え方を取らないとすれば、情報は少ない方が楽ですから、まあ、しなくていいよというふうに言っておきたいと思います。はい、続いて4番、共有の2大特徴というものでありますね。はい、共有というのは共有ですよ。共同収益形態の中の共有という意味ですからね。はい、これはですね、本来の所有権というものが、まあ、互いにですね、割合的に制約し合っているという、そういう考え方が、共有の基本的な考え方なんです。すなわち、所有というものが団体性が強いとするならばね、共有というものは個人性が非常に強いと。まあ、ただ共同収益形態なので互いに制約はしてるけどね、という個人性が強い共同収益形態が共有なんです。そうするとですね、自分の所有権、まあ、正式名称は持ち分権になるわけですけども、持ち分権を売るのも勝手でしょっていう感じになるんですね。明文ないけれども当然だと考えられてるんです。ですね、個人主義民法だってことが大前提だから。で、次にですね、いざとなったらばみんなのものっていう環境はもう解消したいと思ったならば、そのようになるようにしてあげないと個人性が強調されないことになるんですね。やりたいようにやれるよってことにならなくなるんですね。で、今までの共同収益形態を解消しようじゃないか、解消しよう、これを分割と呼ぶんですよ。3人の共同所有だったものをですね、まあ、それぞれ、まあ、まんじゅうならまんじゅう3等分してですね、それぞれの3分の1分についての単独所有者になるっていうのが分割って意味じゃないんですよ。日本語じゃないからね。日本語の分割って意味は、今言ったようなイメージで、まんじゅうを3等分して切って割るというようなイメージだよね。だけど分割っていうのはですね、共同所有形態を解消するってほどの意味ないようなんです。で、個人性が強いので、分割請求の自由ってものが認められるんですね。これ自体は条文があって、まあ後で256条1項本文は復習の時にちらっと見とけばよろしいです。はい、であと具体例と書いてありますね。判例はしっかりと覚えてなきゃいけないんですよね。で、共有の具体例は共同相続財産なんかがそうだよと言われてるんです。わざわざここに上がってるのはですね、共同相続財産はこれは実は共有じゃないんじゃないか、合意なんじゃないかとかね、議論があるのね。だけども、はい、この下、判例は合意概念認めないんですよ。で、共同相続財産が相有だという学説は一つもない。で、判例はですね、共同相続財産も判例共有だよと言ってますし、っていうことですね。はい。で、まあ、判例は合意概念認めないんだけれども、括弧も入れておきました。特殊な共有ってほどの意味ないようです。だから、どちらかというと共有の方に近い共同所有形態なのね。で、そういうってものは権威能力なき遮断の財産関係をやったばかりで、判例通説で最も団体性が強いと。そういうことはちゃんと覚えておきましょうということですね。で、2番目に、共有者の権利一般ということが書いてありますけどもね。まあ、これはざっと読んでですね、なんか分かんなかったなってならほっといてください。単刀用でありますよということで、まあ、復習の時にざっと読みしとくだけでいいです。あまり条文までは当たってネチネチとやらない方がいいですね。で、57ページ3番、共有の内部関係ってことです。内部関係って言葉はね、括弧も入れておきましたけれども、共有者相互間の関係というほどの意味ないようです。内部ならきっと外部があるんだろうなと思うんだけども、まあ、外部関係というよりも対外関係という場合が多くてですね、ちょっと先の方ちらっと見ておきましょうか。はい、56ページの下の方にですね、あ、ごめん、57ページの下の方に、はい、漢数字の4番としてですね、あら、もっと下だった、ごめんなさい、58ページの下の方に漢数字4番として、共有の対外関係という形で整理して説明理解するものがあるの。これが括弧も入れておきましたけども、共有者以外のものとの関係というほどの意味内容なんですね。はい、まあ、もともとのページに戻りましょうか。はい、57ページの共有の対内部関係ということですね。共有持ち分というものであります。共有者の一人が持ち分権を放棄したり、相続人なくして死亡したために持ち分権が消滅した、その場合にはですね、残りの共有者の持ち分を拡大するよという255条があります。これを称してですね、共有には弾力性があると言ったりするんですけれどもね、共有の弾力性って言葉の方を覚えてると255条の方を忘れてるね。255条はあくまでも持ち分権を放棄したり、あるいは相続人なくして死亡した場合のことを言ってるんですね。はい、で、次に目的物の使用ってことです。まあ、説明色で塗りつぶしましたけども、青ゴシック以外は担当用だってことで、まあ、そんなに気にしないで見とこうよということだと思ってください。はい、
まあ、具体的にどのように使うかとかですね、そういったことは話し合いで決まるよということであります。はい、で次に、まあ、条文が251条とか252条とかで、本文たらし書きだとか、そう上がってるわけでありますけれどもね。はい、共有物の変更というものは全員の同意が必要だと条文があります。みんな所有者だからですね。で、物の変更という言い方をするとですね、何か物の性質を本質に変えてしまうような、例えばこの物理的処分、すなわち山林の伐採、そんなものをまあ考えたりするんですけどね。物が変わるからね。だけど法律的な処分、これもこの変更に当たるってことは今のうちに覚えましょう。だから物全部を売るってことはですね、これは全員の承諾がなければいけないんですね。全員の同意がなければ売れないんです。で、売ったものを解除する、これもですね、全員の承諾がなければ解除できないんですね。で、それに対してですね、この管理と言われているものを条文に、で、これは持ち分の価格の過半数で決すると。経済的な平等だからね、頭数過半数じゃなくて持ち分価格過半数なんですね。で、利用行為が典型でありましてですね、物全部を賃貸するとかね、その賃貸借を解除するとかね、こうなると売却と解除、それとは違うので、全員の合意がなくてもいいんですね。これは今のうちに覚えちゃってくださいね。はい。まあ一応表がありますけれどもですね、まあそこのところで重要どころは今説明したものが大文字になってますよということになります。次に3番ですね。共有物の引き渡し請求。はい。これも説明色で塗りつぶしてあります。はい。共有仲間に対して、俺一人に支配させろと引き渡しを請求する。そういうことが、まあ、問題になることがあるわけですね。で、その点につきまして、1番、2番、3番、この判例、覚えるようにしてくださいということであります。はい。自分だけがですね、他者の同意もなく全面的に支配できるっていう権能はもともと持ってないでしょ。ね、単独所有者じゃなくてですね、共有という共同所有関係者なんでありますからね。だから他者の所有権も尊重しないといけない、そういう形になるんで、だから完全に全面的に自分が自立を支配できるというものはもともとないはずなんですね。はい。そこでってことで、括弧1、はい、このような判例が出てくるようになりますよということですね。それから括弧の2でありますけれどもね。はい。これもですね、第三者は適法に占有してますから、やっぱり俺に返せなどということは言えないよということになるわけですね。そうですね。で、括弧にも括弧3も結局は同様であります。判例が3本あるんでね。はい。4番、5番、まあ担当用と入れておきました。ざっと読んで、復習読んでみても分かんなければほっといてください。次に4番、共有の対外関係。これは共有者以外のものとの関係というほどの意味であるということですね。これもね、担当用なんですね。どっちかというとね。はい。ならざっと読んでみてですね、ああそうかというふうに思えたらば、それはそれで良いけれども、なんでこんなふうに丸と分かれるのかなとかね、ピンとこなければ、まあいいやと思って入門の時には過ごしてください。続きまして、5番目に、共有物の分割というテーマですね。はい。最も個人性の強い共同所有形態ということで、分割請求の自由ってことは、二文字共有、民法典の共有、共有という共同所有形態、その大きな特徴の2番目だったんですね。だからこの分割請求権があるぞってことは、ちゃんと覚えておくべきですよということになります。で、まあ、括弧の1番、2番、ざっと読んでもらってですね。はい。で、請求って言葉があるけれどもね、分かりました、そうしましょうという形で、相手の行動を待ってってことじゃなくてね、一方的な意思表示によって発生させる形成権であるというふうに理解されています。でも現実に、それじゃあ彼が言った通りの形に解消しましょうかってことになると、それは反論意見が違うという人もいるはずでありましてね。だからその方法は、これはまた別途、分割の方法として民法が定めてあったりしますよということになります。だから相手の承諾がなくてもいいってことと、どのような形に解消するか自体は話し合うしかない、あるいは話し合いが決まらなければ裁判所に決めてもらうしかない。そのことは、まあ混乱しないようにしてください。はい。分割の制限もあったりしますが、担当用ですね。分割の方法も細かいことは担当用ですね。
で、1番のところで話題にしましたようにですね、請求というけれども、相手の行為に待って実現することじゃないんだってことを観念的に分かった上でですね、でも現実にどういう形に協力関係を割るかと、解消するかということは話し合わせしかない。で、話し合いがなければ裁判だ。そういうことの程度は、この1番のところで覚えてもらって、その上でってことで、はい、裁判による分割の場合についてですね、まあ、若干の裁判例があったりしますよということであります。はい、最小最高裁大法廷昭和62年上がってますけれどもね。はい、まあこんな形で一定の場合には、右過不足につき他の共有者から価格の高い物を取得する者が超過価格について金銭による支払いをするのと引き換えに、現物分割による所有権を取得できるということでね。まあ、現物分割が一番理想ではあるんだけれども、そうでない時には化学賠償によって、他者が所有権を取得するというような形も別に構わないよと、そういうふうに言ってる裁判例だということになります。じゃあ全部金で決着つけようというものなんかがあってもいいのかってことなんですけどもね。で、話し合いが決まらなければ裁判所に決めてもらうしかなくて、裁判による共有物分割においてという事案があるよということです。全体の続きはざーっと読んでもらうとしまして、ポイントどころを、はい、するときは、一定の場合には共有物を共有者のうちの1人の単独所有または数人の共有として、これらのものからの他の共有者に対しての持ち分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されると、あってもいいんだよってことを言っています。次の平成のってことですけどもね、はい、共有にかかる土地及び借地権について全面的価格賠償の方法によって分割することを許されるということを、この平成11年のことも言っての方も言ってますよということでありますね。はい、まあなおってごとちで、上から2行目、補足意見って書いてあるでしょ。補足意見っていうのはね、判決と同じ考え方、結論は同じだけど、理由についてちょっと補足したいことがあるとかですね。まさに補足って言葉が示している通りです。だから判決の考え方に結論としても反対するよっていうのが反対意見で、だから補足っていうのは反対じゃないけども一言言わせてくれ、これは補足意見なのね。そういうことを分かった上で、復習の時にざっと読みしておけばいいなという情報であります。はい、で、分割に際してですね、利害関係人が俺も話に入れてくれって形で参加できることがあるよというのが、分割への参加という言葉の意味内容です。担当用ですね。次に5番、分割の効果ということであります。はい、従前の雇用関係が終了する、これが本質的な効果です。だから、まんじゅうを3つに分けて物理的に分かれるんだとは思わないでくれってことを、分割という言葉の語感だけで覚えちゃダメよっていうふうに10分くらい前に強調したよね。あのことをここで再確認してください。括弧2番については、まあ条文読んでもピンとこないっていう人の方が初学者には普通です。その人は担保責任ってことがチャプター44、5、6で扱われますので、その後に読んでみて、でそれでも分かんないから、まあ単刀直入にもっと真面目にやろうと思ってほったらかしといてくれというふうに言っておきましょう。括弧3番ですね。持ち分権というものは、言ってみればですね、共有者の所有権というほどの意味内容になりますから、だからその持ち分権を抵当に入れるなんてことは十分考えられるんですね。それが持ち分権上の担保物件というテーマであります。で、分割に際して、その抵当権者は一体どういう地位に立つんだろうってことは、抵当権者にとっては重要なことになりますよね。まあそういうことで議論があるんだけども、抵当権ってもの自体がね、まあ、そもそも優れて観念的な物件でね、占有権以外は全て観念的な物件だけれども、優れて観念的な物件でね、まあそういうことなので、まあ抵当権も全然やってないのに、ここで読んでみてもしょうがないだろうと私は思ってます。なら本当に初学者ゼロの方はですね、ざっと読んでみて、普通わからないと思うんで、わかんなきゃほったらかしておいてください。担当用と書いておいてくださいました。おきました。括弧4ですね。はい、証書の保存。まあこれなんかは細かいことに属するんで担当用だね。まあそれは証拠が必要だろうということで、読んでわからんでもないけれども、そんなのいちいち覚えてられるかと、もっと大事なことをこれから5万とやるのにと、いや5万とやりますよ、
だって民法のまだ第2回目だからね。いいですね。はい。という感じでね、まあこれもざっと読んで、へえと思ったらば、まあ忘れてもいいやというふうに思っててください。続いて6番、準共有という概念があります。はい。所有権の共同所有で、そのうちの共有、これが共有なんですね。で、所有権じゃないっていう場合が準共有だと。そう思ってくれればいいです。じゃあ債権の準共有もあるんだね、あります。でも、を債権についてはすぐ真下に第2巻多数当事者の債権関係、そういうふうにありますように、債権の帰属主体が多数であるという場合について、民法は別途債権編のところに条文を置いてあるんですよ。青文字に書いてある427条以下というのをね。だから、まあ準共有の条文の前に427条以下を使うという関係になるのね。はい。続きまして第2巻、多数当事者の債権関係というテーマです。はい、準共有についての債権関係、債務関係についての督促だというのを思えばいいわけですよ。数秒前話した通りです。はい、でまず1番、多数当事者の債権関係創設ということで、はじめにですね、はい、当事者が複数人存在する場合だと。権利の客体が物であれば共有だと。で、財産権であれば準共有だと。で、財産権の中でも債権の場合にはですね、特別な条文が427条以下にありますので、多数当事者の債権関係という呼び方で学問的にも表現しますよということです。これは本格的に突っ込んでいきますと結構複雑で、まあ弁済とかさまざまなことは分かってないと本当に納得はしないんで、それでも担当のためで覚えようとすると結局丸暗記で、そんなものは何の成果にもならないと、結局は点に結びつかないということになるんでね、入門段階では概略を示しますから、概略だけは分かっておく、こういうですね、一歩引いたメリハリでね、満足して前に進めるというふうに意図的にしてくださいね。はい。で、債権者側が複数人の場合、その場合にはですね、民法の共有と同じように、分割的に考えますよという個人性の非常に強いものとね、切っても切れない関係というふうにしますよという不可分なものとね、まあ、そういったものがあるよということになっております。でまあ、ざっと読んでてくればいいです。で、次に債務者側が複数の場合ということですね。この場合も、はい、括弧3番に分割債務と書いてありますけども、もう個人性が強くてお互い関係ない人同士だねというようなものと、それから切っても切れない関係だって不可分というものがあるんですけども、債務の場合にはもっともっと切っても切れない関係だと、もうめちゃめちゃ関連付けられてるっていうですね、連帯債務という関係というものが、まあ、当時の社会で生まれてきたし、過去からずっとそういった概念を認められているし、そういったことについての条文があったりするんですね。それから保証債務は保証債務でですね、これは主たる債務の担保だけを目的としているものなんで、同じ債務者が複数いるという場合であってもかなり特殊なんですよね、ということだけここでは話しておきましょう。まあ、つまりですね、この連帯債務、不可分債務、分割債務、保証債務があるという一行ね、この説明だけは受けたよと、そう思っておいてくださいと。では2番、分割債権、分割債務という、そういったものについてということですね。はい、これは例えば図がここに書いてあるわけでありますけれどもね。はい。まあ、D が子に対して100万を貸している、子が死んだ、そして ABC だと。で、相続分がそれぞれ1、1、2だとかね、そういった割合であると、そういうことだと仮にするならばですね、その A については250、B についても250で、 C は500とかさ、まあそういう感じになるよってことです。相続分なんか適当に話してるからね、覚えたりしないでいいですよ。いいですね。はい。で、分割ってのはどういうことかと言いますと、はい、D の A に対する250万、 B への250万、 C への50万というふうに分割されちゃうと、瞬時に。そしてお互いに何の交渉もないと、無関係と、そういうほどの意味だ、まあそう思ってください。で、2番に派生原因はというものが挙がってるわけですけどもね、はい、427条は分割主義の原則だっていう、これだけは覚えておきましょう。427条以下がですね、多数当事者の債権債務関係の冒頭条文なわけですよね。はい、じゃあ427条を見てください。427条です。はい、第3節、多数当事者の債権及び債務の第1巻相続で、分割債権及び分割債務
という条文タイトルのもとに427条で、数人の債権者または債務者がある場合において別の主要事がないときは各債権者または各債務者はそれぞれ等しい割合で権利を有しまた義務を負う、別の主要事がないときは割合で権利を有しまた義務を負うとこう言ってますから、分割債権分割債務の原則だということになるわけですね。どうでしょうか。はい。でまあ条文はそうなってんだけどもね、分割ってことにすると、まあ債権者からするならば、その自分の A さんに対する債権は何ら担保されてない、 B さんに対する債権は何ら担保されてないとかね、まあいろいろとちょっと債権者にとって普通なこともあったりするんですよ。ならまあいろいろと条文通りにはいってないよってことが書いてあったりします。こういったところを深く突っ込むのは担当前にしろという話です。で分割債権分割債務ってのはですね、はい、これは、全く別々なものになるよっていう図のイメージ、この3本の矢印、何の交渉関係密接な関係も何もないと、右の方も同じ、そういうものを作ればいいということです。さて多数当事者の債権債務関係を考えるときにはですね、この対外的効力っていうものと2番、1人について生じた自由が他のものに及ぼす影響、これは短い熟語がないんだね。それから内部関係という3つの視点で検討するんだってことぐらい覚えておきましょう。対外的効力っていうのは多数者以外に対する関係ということですね。下の図で ABC って形で債権者が多数だから X に対する関係、これが対外的効力です。右の方は債務者が ABC で、で X に対する関係、そういう形になります。過去の2番ですね、これはこの図のですね、 A が弁済したらどうなる、ごめんなさい、 A が請求したらどうなるかとかね、右の方で行くならば A が弁済したらどうなるかとかですね、一人についてまあ権利変動原因自由が生じた時に他のものにも影響を及ぼすかどうかっていう問題だということですね。内部関係ね、これは左の図で言うと ABC 相互の関係、右の図で言うと言うとこれまた ABC 相互の関係ということなんですね。 X から、まあ、例えば A が300万一気にもらっちゃったなんて時には ABC で分けましょうというのは ABC で分ける関係、あるいは A がですね、もう3人分1万私が払いますよってな形で300万バッと弁済したならば、 B に対して100万くれ、 C に対して100万くれ、それは言えてそうだろう、そういうふうに感じるよね、経済的な常識的な感覚からね。はい、それを急所と言うんだけどさ、そのような ABC 相互の関係ということなんですね。はい、まあ、以上のようにですね、多数当事者の債権債務関係、まあ、そういったものは、物件につきましてのですね、共有とか準共有、そういったものと同じようにですね、かなりの大胆なメリハリで学習していくのがずるい入門段階の勉強の仕方だよということになります。はい、さあ、それでは続きましてですね、次のチャプターへと移ることにしましょう。はい、次のチャプターはチャプター8になりますね。